それ空洞器具、堀ちゃんようです。原田です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回は空中庭園さんで銃像を使ってきました。いや、庭園さんめちゃくちゃ苦手だったから、この適正キャラは助かる。マジ嫌いって言ってたもんね。マジ嫌い。ブルーローズにお世話になったから、僕は。嫌いすぎてね。はい、ということで銃像の性能なんですけど、まあ、SS が特徴的かな。この SS がね、このステージの使用上、敵に触れた数だけ攻撃力アップのステージなんですよ。なので、銃像 SS 撃つと自走で敵にいっぱい触れてから最後にボスに追撃してくれるみたいな。すごくなんか、ステージの性能と、ステージのギミックと、性能が噛み合ってる。と思っています。で、まあ、あとはキラーで超スピードで殴れるっていうね。あそこ、スピード感も大事になってくる。敵に触れればこう威力アップなんでね。はい。なので、スピード型もすごく助かるんじゃないかなと思いました。はい。ということで、早速行きましょう。はい。ということで、銃像を使っていきましょう。自分1体しか持ってないんで、フレンドの借りて、はい、2体でやってます。で、ノブックスとノンノ、まあ、ここで、超活躍してるキャラ。はい、そちらを入れてます。なんか、ノーマンはやっぱ入れたくなったな。うん。なんかね、やっぱ羅刹の保険欲しい。あいつうざいから。同時処理するやつね。そう。だからノンノ入れたいね。で、ノンノと合わせる理由、やっぱり同じ同族なのがいいよね。ああ、シュラジン的にね。そう。銃像がね、アジンなんだよ。しっかり。そこでなんかさ、身のシュラジン取れてるのマジでありがたい。ここってやっぱり過激で変わってくるからさ、うん、相当。うん、ここでなんか過激の隙間を埋められるっていうのは偉いかなと思った。だからね、これね、ロクタナ X じゃなくて、ノンノもう一回増やしてもいいかもね。ああ、まあ、反射はね。そう。ボス削りもまあ SS 使えるし、まあ、貫通だから中ボスも挟まりやすいし、みたいな感じで。ノンノン2体にするかも。実はこれ、ノブクス入れてるけど。なるほど。ニアボー的には、ガチパワーそっち行くかも。かもしれない。まあ、ノブクスはノブクスで強いんだけどね。けど実際ブルーローズ入れてたとこだよね、ここ確か。ブルーローズで、そう。俺はね、前は、ノブナガ2体に、ノンノアルファ、あ、ブルーローズノンノアルファにしてた。うん、で、まあ、重蔵はまあ入るかなって感じがする。重蔵入るかも。ブルーローズ抜くかもしんない。やっぱブルーローズの弾動けないからさ。うんうん。言うてね。もうほんと割合で食べたけど思ってたんで。そうだよね。やっぱ遅いよ。クリアスピードがね。まあ、絶対そうだよね。でも絶対勝つ。絶対勝つから。ブルーローズだったら。割合だって中ボスで打って、ラスト的にボーンすればもう勝ち確だから。遅延して割合すれば。そうね。うん。でもそれがいらなくなるぐらい強いんじゃないかってことだよね。重蔵は一応。まあ、重蔵の SS ね、1ゲージ持ってったりはしたいね。さすがにこう、硬すぎて。うん、はい。2段階目でも。でも結構もらってるよね。12倍とか。2段階目でそんくらいやってる気がするわ。そう。もらってんだよね。最近にしちゃう。だけどね、ここ硬すぎてね、敵全振れしたとしても一本持っていくことは厳しい。うん。まあ、なのでもう、ほぼね、割合 SS 的なね、使い方だね。可変割合。ここにおいては。ここにおいては可変割合だ。なるほどね。大体。はい。でも、まあ、強いってことだよね、つまり。まあ、つまり強いってこと。うん。で、一応なんか16ターン、16プラス6、21ターン、22ターンか。で、SS 打てて、まあ、こうやって2体とか編成してるとチャージとかもあるから、まあ、速殺込みでここでなんか2段階目とか打てちゃったりするな、みたいな。うん。うん。感じはいいよね。あんまりその、速度感落とさずなんか2段階目までいけて、役に立つみたいな。はい。ね。言うてこの中ボスの削りとかバカむずいんで、俺なんなら、もう店員さんで一番ここがむずいと思ってる。もう店員さんで一番むずいの、ここっす。もう、マジ硬い。いや、このブルーローズもここのためなんだっけ確か。いや、ブルーローズもここ、ここのだけです。ほぼここっす。じゃあ、重蔵でその役割できてるよってことあ、そう。重蔵は自由に動けます、みたいな。あと今、レーザー伏せてると思うけど、超レーザーそばえない。ああ、確かに。やっぱりここで火だめでやられるとこもね、結構あったんで。うん。いや、結構ないわ。ごめん、嘘。ほぼ、ボスにこいつの即死バーンって感じするんだけど。まあ、でも、火だめカットできたらさ、その、ノブクスともやっぱシナジーはいいじゃん。パワーオーラ。ああ、そうだね。の営業的にね。なるほどね。うん、だからやっぱダメージを抑えるっていうのは、やっぱり、結構間接的だけど、やっぱり貢献してるなっていうのを感じた。じゃあ、いろいろ、まあ、3に対して、空中点の3に対して、なんか、強く作られてるね。いや、強く作られてる、ちゃんと。うん。で、まあなんか、ティアで言っちゃうと、なんか、信長とノンノが上にいて、まあなんか、それとまあ、同レベ
もう同レベルでいいんじゃないかな、はい、とも思ったからだいぶ評価してるね、個人的には。高い評価だね、それは。うん、なんか別になんだろう、こいつ4体でも行く人は行くでしょうね、あってレベルのキャラになってるんで。いいですね。いや、いいよね、かなり普通に4本あったらもっと気軽に打てるよ。まあそれはそうだよね、チャージも増えるし。そう、じゃあチャージし、そう、ボーってやってね、何回目なんか2回とか打つキャラいるかもしれないね、狙ってやれば。確かにできそうだな。いや、なんか10増4なんか強そうだよね。欲しいな。できないけど今持ってないからね。10増4とかできたらすげえ楽しそうだわ。チャージして9回避にしてね、あ、次9回避に来て兵士を即殺で4点目即殺を置いてここで2段階目、ね、なんか火力感的にも足りてるし、かなりありに感じてきた。レザーストアありますから、ああ、あのガンクロス残しても全然火だめ痛くないですよみたいな、うん、とかもいいし、ね、そうだね、4とかでも全然いいと思う。あ、でこれ2段階目ね、これ2段階目。まずボスにちゃんと触れてください、初手じゃないと。あの追撃はあの最初の敵にしかいかないんで、はい、それだけは意識と。そう、それだけに。で、まあ下弱来たと言うつもりか。ああ、まあそれ拾わないのかな、もしかしたら。ここは横だと。ごめん、中ボスで運悪く毎回下弱来たわ。じゃあ後で打ってみるわ。運よくかな、うん、運よくずっと下だった気がする。でも横弱だと拾わないんじゃないかなと思ってますね。じゃあそこはちょっと気をつけた方がいいかもね。うん、気をつけた方がいいかも。はい、まあ、じゃあ弱点運営ちょっとうざいかもね、この SS に関しては。基本的にはこの縦ラインなんで、だからボス位置とかもあの結構あの左右についてるやつ、あれにはあの追撃入らないんで、弱点に。中央ラインっていうイメージでね、だから。あ、そう、中央ラインザーみたいな感じで、その範囲じゃない、もうこの縦、はい、縦、縦のキャラ、ライダーみたいな感じ。ライダーも縦、あれ、スンテン、あ、それに似てるかな、うん。で、まあなんか中ボスだったら 50% 割合ぐらい、全振りでね。全振りで 50% 割合だと俺は思ってる。だから50まで素で削れ。ああ、強いじゃん。そうそう、だから50あの担保されてるのが強いみたいな。で、敵振れるのは1体減るごとに 10% 減りますっていうし、ね、使ってね。まああとはやっぱ普通にスピード型が偉い。ああ、かな、振れるステージだからね、やっぱ。そう、敵触れたら火力アップのせいじゃんで、ね、まあそもそも長バラも偉いんだけど、やっぱりね、いっぱい触れて火力上げるっていうのはシンプルで、強いなぁとは思いましたけどね。うんうん、あんまいないんでしたっけ、スピード型は。スピード型はね、だから、風光とかさ。ああ、あの辺になるとか。あの辺になるんじゃん。風光、まあ、風光は風光で強いんだけど、うんうん、なんかね、なんかね、なんかね、プラスアルファが多すぎるな、それに対して。そうだね、重装はなんかそれプラス SS 撃みたいな、うん、あと友情ちょい強いみたいな。そうだもんね、があるから重装の方が入れたくなっちゃうかな、うん、っていう俺はイメージっすね。何かと細かいところで偉いな。挫折処理にもやっぱ超スピなのはありがたいし、なんかロブックス、ノンノと、もう、なんか役割が違って強くていいね。あ、そう、役割違うね。ベクトル違うっていう感じ。ベクトル違う感じがするわ、ちょっと。信長はなんかね、大号令あんま使えないしね、このステージ。うん。敵に触れると防御力アップのステージ。あれ自身のみだと思うんで。そうなった時にね。大号令よりは、自走追撃系とかの方が、優位取れるかな。このステージとか、ネクロン処理とかに大ゴールとかめっちゃ強いですけどね。変われられるステージ。これとかいいよね。そうですね。プラス余波で削って、みたいな。まあ、ボスイチャーなんかあんま難しくないですよ。ここ。これもね、これでいいからね、ロブクス。楽ですね。これロブクス、もうロブクスここで打つの確定してるから。ラスゲも結局なんかハマんなきゃいけないから。これあれどうですかね、身とかはどう考えてます？ノンノで合わせるって感じじゃない？ノンノにどれだけ髪切ってるか。はいはい。ノンノに同族行ってるんだったら激手系とか前期系とか。結構即殺はまあ優先度低いみたいな感じ。そうか。うん、俺は即殺入れたいでも。それは言える。言える。1体しか入れられないんだったら、そうだね、4点目即殺とかがいいんじゃない？ああ、なるほどね。で、なんか、まあ、中ボス得意な人だったらね、別に、即殺いらないかもだけど、うん、俺は、
クソ苦手なんで入れたいなって思った。で、そっ2つ入れて過激できるだけ増すみたいな感じかな。そうそれがいいかな。まあ、どっかにあまりで信長兵証明とかでいいんじゃない。なるほどね。うん、まあ侍ですし、自身だけ今日、まあ素でも強いんで、信長。兵証信長とかで行くのも悪いか、この編成だったら。とは俺的には思ってて。いや、まあ最初も言ってたけど、確か、まあ、のんのにでもいいなみたいな話したっけ、確か。のんのにもいいと思う。アジンでね、染めちゃって、過激吸収。それめっちゃ強そうだなって思ったもん。うん。まあ、シンプルに、そうだね。重造にでも、あれかな、速殺入れるんだったら組めないか。ああ、コネクト的な？コネクト的にそう。あ、コネクトじゃない。あれ、スピード型だからさ。一応、喉、うん、バランス型だからさ。一個組めないか。ああ、9にするな。あ、そう、8とかになる。はいはい、そうね。うん。8までは無理って。直接入れるならね、別に入れなくてもいいとは思うけど、うん、スムーズにいくならってやって、別にぐだればいいから、最悪ね。これとか、あの、ラセスとか結構処理スムーズにいってるんで、うん、もうちょいぐだると思うから、まあ別に直接なくてもいいかも。過激優先でもいいかも。なるほどね。うん、まあそっちの方がなんか、雑種楽になる可能性もあるし、ね、ラセスとか別にのんのつかなくてもいいよみたいな。はいはいはい。過激。まあ結構プレイしてるによるってとこかな。そうだね、見るの感じで言うとそうだと思う。別に脳の速殺行ってもいいしね。脳の速殺。脳の速殺の人多いよね。多分、羅刹の人多い。俺結構そうなんだよな。うざいから。シンプルに。重造他のところで使う目処はあるか。他は、なんやーやっぱそれならさ、速殺行っとくと汎用効くかなって気もするんだよ。そうだね。うん、言うて倍率もらってるからね。12倍っていう。まあ、パッとは出ないか。って感じね。その感じだと。マイン重力ダイブでしょ。だから、信長 X が当てるところは、2階の俺、46しか知らないよ。うん、うん。ほぼここだと。はいはいはい。思ってるから。いや、ここ専用で作っちゃってもいい。ここ専用で作っていいんじゃないかな。他で使うのあるのかな。まあ一応、倍率がまあそこそこ良いんでね。ワンパンあるかなって気もするんですけど。最近クエストもんね、ワンパンさせてくんないかな。まあ、昔のクエストになりそうだもん。ワンパン的にはカッパぐらいじゃない？確かに。もう。対策されすぎてね。そう。もうカッパですら対策されるし。もう、他のところで使うのを考えなくていいんじゃないかなと思うけどね。なるほど、ね。ここ専用機なんじゃないかな。じゃあ、パーティーに合わせて、うまいこと作るのが一番ですか？そうだね。まあ、一番ありがたかったのは、やっぱり信長持ってない人なんじゃないかな。そこのやっぱ代わりにはなってるね。反射で強いキャラっていうと。貫通強いキャラはやっぱ風光とか霊剣。よだっけ。霊炎挙か。はいはいはい。霊炎挙とか、まあ霊炎挙のが強いかどうかはちょっと派手なんだけど、まあ風光とか、まあ選択肢ある方だはあったんだけど、ちょっと反射のあれがいませんよってなったら、ね、今回のこの重造っていうのはかなり引きなのかなとは思いますね。うん、他の反射キャラだと、あと福島正則か。福島との合わせも良さそうだね。こいつもだってバフかけられるからさ。バフからのこいつエースとかね。はいはいはい。あ、これあれね。敵3体振りね。で、1段階目。10% ぐらい。10% 割合でした、ね。10% 割合っていうイメージじゃん。割合キャラじゃないですよ。直殴りっすよ。そうですね。うん。で、これ2段階目。2段階目、これなんかちょっと1悪かったっすね。もちろん1良かったなんか、挟まりも狙っていけたんですけど。とりあえずいっぱい振れましょうみたいな感じで振れられず。これも3振れかな。2段階目3振れ。で、だいたいなんか 20% ぐらいかな。体感で削れ。ああ、そうだね。20% ぐらいね。うん。これちなみに同族3種伸びる。ああ、まあもうちょい伸びるかもね。うん、過激盛りはもうちょい伸びるかもしれない。あとスポットもいってないから、これ。そう、だから、まあ3フレで2段階目 20% 割合、4フレで 30% 割合、マックスで。イメージ。っていうイメージで、OK。まあ確実にそれ削れるっていう意味合いなら悪くないからな。いや、ほんと、ここ、上にはまるのは、だいぶ、位置によっては面倒なんでね。うん、うん。いいんじゃないかな。はまれるってなったら、はまり優先でいいと思う。それしか出ないから、保険で。ああ、なるほどね。うん。挟まれんなら、ポジション的に、なんか、追撃の部分メイン2よりは、ちゃんと挟まり狙ってくださいっていう感じ。うん。敵にいっぱい触れるより、ね、挟まり狙ってください。そっちの方が、なんか、出る。なるほど。そう、ここなんか雑にボス触れて暴れてればいいや、じゃなくて。
ちゃんと狙った方がいいね、まだ削りきれないんで。じゃないと、こうやって下って、すごく近づいて死ぬみたいな、とは起こり得ちゃうかもしれない。まあ、今回サメムとかも残ってたんで、余裕はあるとは思うんですけど。はい。まあ、そんな感じの使い、使用感でした。はい。ということで、天元さんでの重造の使用感でした。まあ、ほぼ天元さん専用機と言っていいでしょう。こいつは。で、まあ、反射系のキャラね、あそこ適性少なかったんで、信長と福島。うん。まあ、なので、この反射の3体目が出てくれたこと自体でもありがたい。天元トライする人は、まあ、引いてもいいんじゃないかなって思えるぐらいのスペックをしてるキャラでした。まあ、信長と福島と、やっぱり、ノンノーともそうだけど、なんか違った強さがあるっていうのは、かなりいいかなと思います。別の攻略できる。そうですね。個性があっていいですね。そうそう。まあ、将来性に関してなんですけど、やっぱり追撃の倍率がある程度もらってるので、そことか怖いなと。まあ、ワンチャンぐらい。ワンチャン。今のところはないですけど、比較的当てやすい SS で縦ラインやっぱ追撃してくれるので、結構スペックは高いですね。はい。ということで、今回は以上です。皆さんも重造の使用感とか教えてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。